柿崎富三郎から1924年8月30日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。正木藩が郎、名古屋裁判所判事、柿崎太郎の三男として生まれる。陸軍士官学校4年生と士官生徒を経て、1883年12月25日、陸士を卒業し、不評消委任官、不評第三連帯付けとなる。 1886年1月、陸軍大学校に入学したが退校し、後に再入校して1891年12月、同校を優等で卒業した。参謀本部副官、陸大教官などを歴任し、日清戦争では第一軍参謀として出征した。1895年から1898年まで、フランスに留学し、 1899年1月に帰国。その後、陸大教官、陸軍と山学校教官などを歴任した。日露戦争では、第一軍兵団幹部参謀長として出征した。1905年3月、法典海戦直前に、陸軍大佐に進級し、第十四団参謀長に発令され法典海戦に参戦した。不評第四十八連隊長を経て、 1909年8月、陸軍少将に進級し不評、第28旅団長となり、不評、第2旅団長を経て、1912年12月、ロシア大使館付部官となり、第1次世界大戦の情報収集に従事。1914年8月、陸軍中将となり、第11師団長に就任。1917年8月に退面となり、翌年4月、 予備役に編入された。ありがとうございます。